もしもし、かほこです。はい、今日はですね、タイトルにもある通り髪を染めます。イエーイ。今回は髪を黒染めしていきます。イエーイ。で、前回髪を真っ赤っかにしたんですけど、すぐね飽きちゃって一回黒染めをしたんです。でもその時はナチュラルブラックみたいな、なんかそんなに真っ黒黒すけにならないやつで黒染めしたんですけど、今回はプシプシプシスーパーブラックビューティーン、次のカラーで明るくできるっていうやつなので、私はお気に入りです。で、このスーパーブラックは使ったことないのでちょっとワクワクしてます。多分真っ黒になるよね。ケンダルジェイナーさんになりたいです。で、ボタニカルオイル配合ツヤツヤ発色、ひまわりオイルと椿オイルが入ってるみたいで、なんか髪の毛にいいよっていう感じがね、すごくアピールされてるんですけど、絶対髪には良くないよね。ということで早速染めていきます。そう、私ブロンドヘアが一番好きなんですけど、どういう心境の変化で黒染めしたくなったかっていうと、こちらのベルシュカってあるじゃないですか、服のブランドの。そのオンラインのサイトにいらっしゃったこの女性、このモデルさんの髪型、髪色がすごく可愛いなと思って、なれるわけないんですよ、なれるわけないのは分かってるんですけれども、この方になりたいなみたいな、なれるわけないって分かってるんですけど、この方みたいになれるわけないって分かってるんです。ディンディンディクビンビンツディクビンビンツディクビンビン。で、私はもうね、髪染めるプロなのでいつも染めてるから、説明書は本当に読まないです。挿入、君がよ、もう少しでオリンピックだね。ではシャッフルしていきたいと思います。やべ。ブエ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 ペンペペンペペペペペンペンペン。で、今の髪色はこんな感じで、一見暗く見えるんですけど、ちょっと明るいっていうか、なんか赤ちゃっていう感じですね。はい、では早速塗布していきます。フランクフルトの気持ちになるよね、この瞬間。ポチのゲロ、あー垂れちゃった。うん、強くなれる理由を知った僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ、世界に打ちのめされて負ける意味を知った、くれんの花よ咲き誇れ、運命を照らして、今別れの時飛び立とう、未来信じて弾め弾め若い力信じて、この広い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 、おー、果たしてこれ染めれてるのかな。ちょっと鏡見てきます。私家業が言えないの。かきくけこって言いにくくない？かきくけこ。はい、ということで髪を洗い流してきました。
じゃん、かなり黒くなったと思います。イエーイ、これから前髪を切りたいと思います。今はこれぐらいの長さです。ちょうど目にかかる長さなのですごく邪魔くさくて、いつもはこうやってやってるんですけど、ちょっと前髪をね作っていきたいと思います。前髪ってすぐ伸びるしね、ざっくり切っていきたいと思います。でいつも私布切りバサミで髪を切ってるんですけど、これはものすごく NG らしいです。髪が傷みやすいらしい。いきます。わー、よし、結構切りすぎちゃったかも。めっちゃ視界が良好だってわかめちゃん、私見たことないんだけど、ジョジョでこういうキャラクターいるよね。ギャブラビディ、ギャブラシッティみたいな名前の、ギャブラなんとかみたいな名前の人たち、人たちじゃない人。前髪切ったら広瀬すずさんになっちゃうんじゃないかなって心配してたんですけど、全然ならなかったですね。はい、こんにちは、広瀬すずです。はい、ということで前髪を切り終えたので、早速メイクをしていきたいと思います。はい、メイクしてきました。じゃん、イエーイ。後ろとかどうかな、後ろもちゃんと綺麗に染まってますか、どうでしょう楽しい、だいぶ雰囲気変わったと思います。どうですか、黒髪いいかもしれない。自分で言うのすごいあれなんですけど、おしゃれだよね。なんかおしゃれな感じする黒髪って。え、なんかおしゃれじゃない、なんかモデルさんっていう感じ。いや全然違うんだけど、デブなんだけど、なんていうの、おしゃれ感がすごい増す気がする。なんか小松菜奈さんとか、なんかそういう感じ。イエーイ、イエーイ。で今回はカラコン入れてるんですけど、カラコンなしだったらちょっと広瀬すずさん寄りになるかなみたいな、そんな感じもいたしかねませんね。うん、君はどこの誰なの、ハートする清純、みんなの視線集めて、海の家まで歩く、シュワシュワ世間の泡みたい、白いさだ波、砂浜、汚れを知らないまま、絶滅、なんだっけ、絶滅の危機、黒髪少女よ、を守りたい、守り、黒髪少女よ。この髪色髪型似合ってるなと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そう、最近じゃねえや、今日すごい暑くて T シャツ着てます。皆様どうかチャンネル登録は外さないでいただいて、通知をオンにしていただけるとすごく嬉しいです。ということで、いつもコメントとかグッドボタンとかありがとうございます。ということで、今日もよろしくお願いいたします。ということで、バイバイ。疲れた。なんか今日はね、なんか黒豆きな粉みたいな、黒豆なんちゃらっていうやつを飲んでます。すごく美味しい。そう、なんか黒豆きな粉みたいなやつを飲んでるんだけど、私みたいに物忘れ激しい人とか、あとお肌にすごくいいんだって。だから私ニキビとかもすごいし、物忘れも激しいからぴったりなの。でもあんまり効果ないバイバイ。今日ね、久しぶりにママとねおデートしたからね、すごく楽しかったの。ママ大好き、マザコン、イエーイ。スキピー、スキピー、スキピー、スキピー。